また新しいミニ PC が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。GMK テックの NACBOX M2 です。今回紹介するのはですね、まあおなじみのね、GMK テックのミニ PC になります。まあ本当に GMK テックは機種が多いですね。端末がめちゃくちゃ豊富です。 今日紹介するのはですね、CPU に Core i7-11390H というね、まあ H 品番、比較的性能が高い CPU を搭載したミニ PC なんですけれども、ただ11世代ということで、若干古いかなと、まあそういうね、まあイメージあるかもしれませんけれども、まあただパソコンはね、あんまり見た目とかそういうのも関係ないので、要はどのぐらいの価格でどのぐらいの性能かっていうところがね、まあ結構重要だと思います。 まあそういった意味でこの端末はですね、まあ実売価になりますけれども、おそらく4万円台で余裕で購入できる価格になっていると思います。まあなので CPU こそ古いですけれども、まあ普通にね、使う分には全く問題ないし、まあ4万円台から買えるということで非常に買いやすいね、価格のミニ PC になっています。それでは早速中見ていきたいと思います。 それでは簡単にですね、同梱品を確認していきたいと思います。まず電源ですね。まあ電源は差し込みのタイプになっています。出力はですね、100ワットに対応していますね。あとは電源ケーブルと HDMI のケーブルも1本入っています。あとはベーサーマウント用の金具とビスですね。あとは説明書と保証書です。で、説明書はね、ちゃんと日本語に対応しています。 それではね、本体の方を見ていきたいと思います。まず本体の色は黒ですね。黒に、えっ、ー、と、このサイド、周りはですね、グレー色といった感じです。で、サイズ的には小さめのミニ PC ですね。ミニ PC とは言ってもね、まあ何サイズか、少しね、大きさの違いがありますけれども、これは、いわゆる一般的な本当に小さいミニ PC のサイズになっています。で、上はですね、結構ピカピカとした、なんかピアノみたいなね、感じの仕上げになっています。 で、サイドはこれ金属で、これはちょっとマット調の金属素材ですね。で、そこはプラスチックです。それではね、インターフェース関係を見ていきましょう。こちらが正面になりますね。GMK テックではおなじみのグリーンボタンが、電源ボタンがついています。で、正面にね、USB のタイペイ、これ3.2のジェン1ですね。これが2つ。で、サイドには通気口ですね。 それでは背面見ていきましょう。背面にはファンの穴と、まあ電源ですね。あと背面に3号のイヤホンジャック。できればこれ前にあった方が良かったですね。 あと HDMI が2つですね。で、Type-C も背面に一つですね。これも前にあった方がいいかなと思いますけど、まあおそらくこれ映像出力にも対応しているので、まあそうなると後ろでもいいのかな。まあとりあえず3つの画面に同時に出力できると思います。で、優先んですね。これは2 5 g ビットのイーサネットに対応しているということです。あと USB の Type-A が2つですね。これも USB3.2 の Gen1 なんですけど、一応説明書には、 一つは USB の2.0というふうに書かれていましたけれども、両方とも青くなってますね。重量は4 0 8ムです。えっ、ー、と、ミニ PC 診断にはね、2 0 0ム台の非常に軽量なものもありますけれども、これはですね、あの、周りですね、サイドがやっぱり金属フレームになっているんで、その辺が若干ね、重くなっているのかなと思います。内部へのアクセスも非常に簡単ですね。底面をビス4つ外すだけで、メモリーにもね、ストレージにもアクセスが可能になっています。 残念なのはメモリーが1枚差しですね。これ 16GB のモデルなんですが、1枚しか刺さっていません。DDR4 の3200ですね。で、ストレージがね、こちらに入ってます。これは 512GB なんですけれども、あと短いね、M.2。これ SATA 接続らしいんですけれども、一応こちらも増設が可能になっています。 まあ、ただですね、まあ、の、コメントでもいただきましたけれども、この短いね、M.2 のストレージで結構値段が高いらしいんですね。まあ、それだったら、こちら側のね、通常の M.2 の SSD を増設した方が安い、みたいなね、ご意見もいただきましたので、まあ、SATA 接続だし、まあ、実際はね、増設できるんですけれども、まあ、持ってればね、もうすでに持ってて、それをここに使うっていうんであればいいけど、改めて購入して使うほどでもないのかなと思います。 それではですね、Windows のセットアップが完了しました。とりあえず、アイドル状態での消費電力とファンノートを確認していきたいと思います。消費電力はだいたい9ワットぐらいですかね。それでは次はファンノートを確認したいと思います。まずですね、実際には聞こえないですね。アイドル状態ではほぼ聞こえないと思います。それでは、総メーターを当ててみましょう。 だいたいですね、36デシベルぐらいで無音状態です。それでは喋るのをやめてみます。はい。やはり35、6なんで、ほぼ無音ですね。それではハードウェアの方を確認していきましょう。CPU は、インテルの Core i7-11390H ですね。TDP は 35W です。 4コア8スレッドですね。メモリーは1 6イトで DDR4 です。ストレージはね、NVMe で、メーカーはちょっとわからないメーカーですね。ちょっと聞いたことないようなメーカーの SSD を搭載しています。ネットワーク関係はですね、有線 LAN はちゃんと2 5ットのイーサネットに対応しています。無線は Wi-Fi6 に対応しています。 それではね、シネベンチ R23 を回しながらですね、消費電力とファンの音を確認したいと思います。えっ、ー、と、今ね、シネベンチ回し始めました。消費電力は44ワットぐらいですかね。それではファンの音聞いていきましょう。はい、やはりですね、少し音が大きくなりましたね。41デシベルぐらいでしょうか。 それでは、シネベンチ R23 の結果が出ました。えっ、ー、と、マルチコアで5895、えー、シングルコアで1648ということで、まあ、なかなかシングルコアの性能は高いですよね。ちなみにシングルコアはランキング1位になっています。で、マルチコア5000、5800。そうですね。まあ、例えば N100 のね、えー、ミニ PC、えー、マルチコア3000弱ぐらいですかね。えー、だから価格も、 n100 の倍ぐらいですけど、マルチコアのスカも倍ぐらいということですね。シングルコアはまあもちろん倍までいきませんけど、倍いったら結構すごいですけどね。シングルコアは倍までいきませんが、それでも1600なんでね、あの結構いい数字なので、まあやはり4万円台、これ半ばぐらいから買えると思うんですけれども、 まあ割とね、インテル系の CP を搭載したミニ PC で探してる方には、まあ、コストパフォーマンスがいいんじゃないかなと思います。それではね、ドラゴンクエストのベンチマークやってみました。えー、標準品質フル HD ですね。で、やっぱりインテル系のね、CP を搭載した、あ比較的安い、えー、ね、ミニ PC。あんまりこのドラゴンクエストのスコアって良くない印象があるんですけど、 まあ一応7901ということで、まあ、めちゃくちゃいいっていうわけじゃないんですが、まあ、それほど悪くないのかなという感じですね。一応評価はとても快適です。それではですね、次はね、ファイナルファンタジーのベンチマークやってみました。当然ドラゴンクエストよりは若干重いと思います。えー、ただね、設定は落としています、えーと。ノート PC の標準品質ですね。で、スコアの方が6653。えー、評価はやや快適ということなので、 まあ設定を落とせばですね、遊べるゲームもあるかもしれないといった感じでしょうか。ちなみにですね、平均フレームレートは48、最低フレームレートは21ということですね。えー、標準的な動作が見込めます。余裕があればグラフィック設定の調整をお勧めいたしますということです。それでは次はですね、より重たいね、ファイナルファンタジー15のベンチマークをやってみました。一応設定をね、こちらも落としています。軽量品質の えー、フル HD ですね。スコアの方は1726。動作困難という評価です。 まあなので、さすがにね、重たいゲームは難しいという感じです。それではね、まあさすがにゲーム等はなかなかね、厳しいですけれども、まあ通常のね、えー、ブラウジングやね、まあ、書類作成、まあそういったライトな使い方だったらどの程度使えるかということで見ていきましょう。まあ言っても4万円台のね、ミニ PC なんで、それほどね、性能を期待するミニ PC ではないので、まあ普段使いでどの程度使えるかっていうところは重要だと思います。それでは先読みを含めて、 こんな感じですね。早いですね。はい。全然問題ない。サクッとね、表示されてますね。はい。それではニュース一つ開いてみましょう。はい。動画も含めてね、特に問題はありません。じゃあ戻る。戻るのも早いですね。はい。写真も含めて全然問題ない。で、まあそうですね。やっぱり普段使いであればかなり快適ですよね。まあ n 1でもそこそこ快適なんで、もうこの性能あれば普段使いだったら本当にね、サクサク利用できます。 それではブラウザのベンチマーク、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方7万7千点ということで、まあ結構やっぱいい数字が出ますよね。えー、だからやっぱりゲームとかね、そういったものをやるよりは、こういったブラウザを使ったクラウドサービスなんかを すごく快適に使いたいという方には4万円台で購入できるミニ PC としては意外といいんじゃないかなと思いますね。それでは次はね、スピードメーターやってみました。こちらもブラウザのベンチマークになりますけど、これもいい数字ですね。なかなかね、300点を超えるミニ PC ってないんですけど、さすがに300点まではいきませんが、286ということなんで、なんかブラウザのね、ベンチマークのスコアかなりいいですね。 それでは次もですね、ブラウザで、えー、WebGL のベンチマークですね。魚5000匹で60フレームで出てれば性能がいいと言われています。まあこれは本当にですね、スマートフォンでもタブレットでもパソコンでもね、皆さんのお手持ちの端末でできますので、ぜひ一度やってみてください。ちなみにこの端末は魚5000匹でしっかりと60フレームね、張り付いていますので、まあやはりね、4万円台ですけど、性能はいいですね。 ちなみにですね、魚を3万匹ですね、一番多くしました、えー。フレームレートやっぱ40ぐらいですかね、40ちょっと切るぐらいですかね。さすがにファンの音もね、結構ガンガン回ってますんで、さすがにここまで行くときついということですけれども、基本的にはね、性能は悪くないと思います。それでは次はですね、動画のエンコードのテストやってみたいと思います。これもいつもやっていますけれども、 フィモーラというね、えー、動画編集ソフトで1分15秒のフル HD の動画を再エンコードするテストです。ただですね、最近フィモーラね、バージョンが上がりまして、今までは12でやってたんですけども、13に最近上がりましたんで、まあ、若干ですね、今までやったテストと少しね、数字がずれてくるかもしれませんが、まあしょうがないですね。あのソフトウェアどんどんアップデートしますんで、とりあえずね、バージョン13でやってみたいと思います。それではね、エンコードしていきたいと思います。用意ドン えっと、エンコード終了しましてね、16秒ですね。なんかやけにこれ早いですね、このパソコンね。どういうことかなかなりいい数字じゃないかなと思います。もちろんですね、あの、ライゼン系でね、GPU が強力な、もっと上のモデルでエンコードすると、8秒とかね、それぐらいでも9秒ぐらいでもね、エンコードするやつありますけど、まあ、この価格帯で16秒でエンコードできるっていうとかなりいい方じゃないかなと思います。 それではですね、ストレージのスピードテストやってみました、えー。シーケンシャルリードで3500、ライトで2600ということです。あの、まあ、めちゃくちゃね、早いってこともないですね。まあ、大体この価格帯の、まあ、ミニ PC であれば、まあ、最近 SATA の接続のね、SSD 搭載しているものも少なくなっていますので、ま、だいたい標準的な速度かなと思います。まあ、でも遅くはありませんのでね、えー、まあ、十分使える速度だと思います。 それではですね、一連のベンチマークが終了しましたので、一応 CPU の温度を見ていきたいと思います、えーと。CPU は最大で68度まで上がっていますね。でサーマルスロットリングはいいえですけども、コア消費電力の制限を超えましたが、はいになってますね。あとパッケージリングの消費電力制限を超えましたが、はいになってます。 あとはクロック周波数見ていきたいと思います。一応ターボで5ヘルツが最大ですけど、これ4.999なので、まあ、ほぼほぼそれに近い数字出てると思います。あとストレージの温度ですね。ストレージはちょっと私の知らないメーカーのものだったんですが、44度です。ということで今日はですね、GMK テックのナックボックスシリーズですね。めちゃくちゃ種類がありますけれども、今日紹介したのは M2 というモデルです。 CPU は、えっ、ー、と、11世代のコア i7-11390H というものを搭載していて、まあ価格がですね、下のモデル、1 6ギガ5 1 2のモデルで、まあ Amazon なんで当然ね、価格は変動していますけれども、だいたい4万円台半ばぐらいじゃないかなと思います。で、あとね、上のモデル、3 2ギガ1セラですかね、こちらはだいたい5万円前後という価格になっていますので、 まあ、性能を考えてもかなりお買い得かなと思いますで。特にですね、この価格帯やっぱりライゼン系のね、ものが強いんですけれども、やっぱりそれでもインテル系がいいという方もいらっしゃいますんで、まあ、インテル系で4万円台で、まあ、それなりの性能ということであれば、比較的いい選択肢だと思います。私がね、えー、そのベンチマークやってみた感じでは、割とあの価格の割には性能が高いなという印象です。 で、悪いところはですね、あの、何もしないときはね、本当にファンの音もしないんですけど、ちょっとね、負担かかると、結構勢いよく回る感じのファンなんですよね。だからこれは人によってはもしかしたら気になるかなと思います。購入先についてはですね、動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。